gentlemen, boys and girls, exciting super dohakuryoku radio, Ogata Graphic Magazine, Goro presents the Snake Man Show! Oh, yeah! Welcome, welcome, welcome to the Snake Man Get Together, everybody! I'm gonna spray the next 15 minutes to all the gay power in Japan, all right? Yes, I'm gonna go away for a while. Hey, yes, talk, everybody! こんばんは、タックです。ゲイの皆さん元気でやってますか？一時期ゲイの皆さんからの手紙が少ないから僕の言ってることがね、ゲイのみんなに届いてるかなんか不安になっちゃうって、前に言ったでしょ、だから聞いてるようの一言でもいいからはがきくださいって。今でもそんなに多いわけじゃないんだけども、ぽつりぽつり来始めてるのね。とっても嬉しいことなんだけど、今日は久しぶりにその送ってくれた手紙の中からいくつか紹介しようと思っています。まず最初にね、ゲイであることに自信を持っている MH 君からの手紙。これちょっと長いんでね、略して、読ませてもらいますけど、こんばんは、タック。僕は毎週タックの放送を聞いているタックの仲間ゲイなんだ。僕は今までこの手紙を何度も書いては出す勇気がなくてゴミ箱の中に捨てていたの。タックがゲイの子からの手紙が少ないって言っていたのを聞いたよ。それはきっとゲイの子がきっとみんな僕みたいだからだと思う。それはつまり周りにゲイの子が少なくて、いやいなくて、恥ずかしくて小さくなっているせいだと思うんだ。僕がそれならなぜこうして手紙を出そうかと思ったのは、映画のミッドナイトエクスプレス、それにトム・ロビンソンバンドを見たからだと思うよ。だから僕はなんか仲間意識みたいのが出てきて手紙を出そうと思ったんだと思う。タック、放送頑張ってくれ。ゲイの子からの手紙が少ないからってゲイの子が聞いてないわけじゃないんだよ。きっとみんな彼と一緒に聞いてると思うよ。僕の Y 君もタックの放送聞いてるよ。でもどうしてゲイの番組に女の子からの手紙が送るのかな。女の子に男の子のことがわかるわけないと思うけどな。女の子って何でも美化して見てるからな。ゲイだからって美しいとかそういうんじゃないんだよ。ここで女の子に言いたいね。ゲイってホモってそういうんじゃないと僕は思うよ。普通の愛なんだよ、普通の恋なんだよ。ただそれが男同士ってことなだけくさ。タック、これからも頑張ってね。いつまでも続けてね。みんな応援しているから、タックみたいな人が多くなりますように僕は願いたいね。それじゃあ Y 君が帰ってくる時間だから、ゲイであることに自信を持っている男、メッチ君でした。MH 君どうもありがとう。なんか Y 君とはなんか一緒に住んでるみたいだけども、いつまでも幸せにね。次は、プチ君から。はじめまして、タック。週1回のタックの放送楽しみにしています。僕はもうすぐ21歳になる。自分がゲイなのかそうでないのかちょっと理解しかねている男の子てんてんてん男です。だけどタックのこととても好きです。話もしたことがないし、タックの顔も見たことがないけど、なぜかそうなのであります。この手紙は僕が書く初めてのラブレターなのかなって考えながら書いています。ところでタックに質問です。タックの名前はたかし様でしたね。だけれど姓の方が分かりません。姓の方を教えてください。それからテレビで金曜の10時から12チャンネルでやっているソープという番組がありますが、その中のホモの役の声はタックですか？タックの放送に手紙を出す時の正確な宛名を教えてください。くだらない質問でごめんなさい。だけどタックのことすべて知りたいのです。今の僕は from プチと。追伸、タックは男の着こなしの何ページの方がお好みですか？ムフフフフと。プチ君どうもありがとう。ラブレターで、プチ君にとって初めてのラブレターだろうけど、僕も受け取った初めてのラブレターでなんか照れちゃうけど嬉しいですね。僕の名前はね、大塚って言います。大塚隆っていうね。それから2番目の質問の12チャンネルでやっているソープの中のホモの役、彼の名前ジョディって言ったけども、あれの声は僕のではありません。でもジョディってチャーミングなんだよね。僕とっても好きなんだ。それから宛名は港区赤坂 TBS ラジオ、夜は友達スネークマンショータックンって、書いてくれればちゃんと僕のとこへ届きます。それから
前にちょっと話したあのほらいいモデルがいっぱい入ってるっていう男の着こなしって本ね、あの中のどの男がお好みかって質問だけど、35ページ左側のヒゲが最高ですね。僕ね、ヒゲがありゃ誰でもいいのねって言われるぐらいヒゲには弱い方で、ヒゲ付きの美形なんかがねいるとね、もう周りに人が見ていようともう我を忘れて見つめちゃう方なんだけれども、次はね、どれがいいかな。夏木くん、所沢市の夏木くんからの、手紙。タック様、初めてレターを書きます。僕現在某私立大学附属の高校の1年生で、もちろん男の子です。2月14日憧れの先輩の柔道部の2年生にチョコレートを送ったんです。そしたら先輩、おっすってただ一言言ってくれただけ。でも嬉しいんだ。先輩ってちょっと突っ張ってて恐ろしそうだけど、話していると楽しいし、僕の学校男子校だからいろんなこと話せるんだ。愛しています、あの人のこと。所沢市の夏希くん、いいですね。でもこの先輩分かってるんだろうか。だって2月14日にチョコレートあげたんでしょ。でもおっすって受け取ってくれたんだから、割とね脈があるんじゃない。うまくいくといいですね。それから今度はシオンくん、これは新宿の化身。こんばんは、僕は14歳のシオンです。有名、私立某男子校の2年です。毎週この時間が来るのを楽しみにしています。僕はまだこの世界に入って浅いんだけど、タックの言葉を聞いているととても勇気づけられます。僕を紹介すると、父親がドイツと日本のハーフ、母親は日本人、僕は父の影響でドイツ語は多少なら喋れます。割と生活が西洋的なので、挨拶代わりのキスぐらいは昔から男も女も気になりませんでした。僕は中学になってからこの世界を知ったわけですが、ある運動部でゲイの先輩に誘われた時は初めて、初めは焦ってしまったけど、なんとなく興味があったのでつい…早速このことを親に話したら全く驚かないので、不思議に思って聞いてみたら、何でも父が学生時代の頃はそんなことは日常茶飯事、父に言わせると、日本もだいぶ西洋並みになってきたな、これからの日本が楽しみだなんて言ったんです。僕は中学を卒業したらドイツへ留学するつもりです。頑張ってきます。ではまたその時に。いつまでもこの番組続けてください。シオンくん、どうもありがとう。でもあなたのお父さんは随分さばけた方ですね。これからの日本が楽しみだなんて、本当に楽しみですね。ドイツに行ったらちゃんと勉強の方も頑張ってくださいね。その他にね、トム・ロビンソンのコンサートに行ったっていう、そういう手紙随分いただきました。それでね、自分も勇気出さなくちゃってこう思えてきたっていう手紙が多かったので、なんかとても嬉しかったんだけど、そこでね、トム・ロビンソンバンドへのリクエストもいっぱい来てるので、今日は、トム・ロビンソンバンドの新しいアルバム TRB2 の中から1曲、お送りしますね。何がいいかなっていろいろ選んだんだけども、その中で Let My People Be、 人々に言う。Shelter him here tonight. On the estate.
手紙をくれた人どうもありがとう。僕ね、もっともっとゲイの人たちの声を聞きたいのね。例えば頭ではなんとなくゲイであることを受け入れるべきだわかるけど、どうしてもこういうところが引っかかるとか、ゲイとして生きていこうと思うけどこういうところが気にかかる、こんなそんなところがねあったら教えてください。一緒に考えていきたいと思います。待ってます。それじゃあ来週も聞いてくださいね。スネークマン、これからの日本が楽しみですな。Thanks very much. Thank you, Tug, for letting you know that I get to the point. You make me goddamn jealous, man. You know, the love letters and all the Valentine's chocolates, you know. I don't have anything yet, man. Bye, everybody. Bye.